さあ、エンタの時間がやってまいりました。本日348回目の今日の表現ですね。トラディショナル。さあ皆さん、意味はどうでしょう。伝統的なということでよろしかったと思います。さあ問題はですね、なぜこのトラディショナルが伝統的なという意味につながってくるか。そのヒントはスペルですよね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、トラディショナルをよくご覧になっていただけますと、ある別の単語が書かれてますね。もちろんこのあたり、トラックが隠れているんですね。さあ皆さん、トラック、意味は何だったでしょう。足跡ですね。ですのでトラック、陸上競技のあのトラックをイメージしていただけるとよろしいかと思います。どうでしょうか。当然こういう感じで走ってますよね。で、走ってるまま、私だけじゃなくていろんな人が走ってきました。そう、いろんな人が走ってきましたので、目には見えないかもしれませんが足跡がついております。このイメージです。で、私たちもこういう感じで人生を歩んできておりますので、振り返ってみたらこう足跡がついてるんですね。このイメージです。ですから足跡がついていますよというふうにイメージしていただけますと、当然その足跡、我々の歩んできたものは、それは全て過去のものですよね。ですからその過去のものというところから伝統的とつなげていただいてもよろしいでしょうし、もしくは過去というところから従来のという意味にもつなげることはできるかと思います。そしてこの従来のという表現で、やはりもう一つ押さえていただきたい単語がございますので、合わせてご紹介しておきます。もちろんそれはトラディショナルの右側にも実はヒントがあるんですが、この単語ですよね。コンベンショナルということです。ですから、コンベンショナルのこのあたりですかね。それが皆さん、トラディショナルの右側としっかり合致しておりますので、このつながりも押さえていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。ですから、トラディショナルはトラック、足跡。それは過去のものなんですよ。というイメージが伝統や従来というところにつながります。そして、この従来のつながりで、コンベンショナルも合わせて押さえていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。で、ちなみにトラディショナルですが、こちら、公式問題集グレーの2のテスト2のパート4、回答冊子123ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらつながりでですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。